稲葉通州7月20日から1986年11月3日は日本の海軍軍人、空母サラトガを来撃し、4ヶ月以上戦線離脱する損害を与えたイロク潜水艦長である、木梨高一と共に山岡総八の小説、海底戦記のモデルとなった。最終階級は海軍大佐、同期生で重級潜水艦長として、 ワスプを撃沈した木梨隆一稲葉は愛知県出身で海軍兵学校に進み海兵51機として卒業した。海兵51機は88艦隊計画実現に備えた300人クラスとして293名が入校したがワシントン会議による軍縮の影響で自主的な対抗が許され40名近くが対抗している。卒業生は255名で 稲葉の卒業席人は会であった。練習艦隊では岩手乗組となり、与内三政艦長の下で実務訓練を受ける。岩手乗組候補生には、51機主席で海軍工事件で戦死する、トイハタなどがいた。この練習艦隊は、日本近海公海を行っている最中に、関東大震災の救護任務につき、その任を解かれた後、合衆方面で、 遠洋航海を行った。1924年12月、商位に任官する。伊子図、山城と水上艦艇のり組を経験し、翌年中意に進級した。第16潜水艇隊譜となり、両18潜水艦に乗艦したのが潜水艦生活の始まりであった。水雷学校高等科、潜水学校おつを卒業し、1937年3月、 第位で、両63潜水艦長に補えされたのが、潜水艦長としての最初である。同艦で2度、両68潜水艦と旧式潜水艦の艦長として経験を積んだ。1939年8月に、潜水学校講習を卒業し、I69、e e、I70 の海大型潜水艦に艦で、追尾ブレ敵、敵艦襲撃などの訓練を行った。 サラトガを来撃したイロク潜水艦。1940年10月にはイ121潜水艦長に店舗された。昭和15年度の第一潜水船隊所属のイ70潜水艦から、機雷不設潜水艦であるイ121潜水艦長への転任は事実上の左遷であった。同期生で当時軍令部で潜水艦を担当していたアリーズミによれば、 この原因は、飛行機の潜水艦襲撃訓練が非実践的で、あると判断した稲葉が、艦に、よらば撃つぞ、とペンキかきし、襲撃を受けても先行せずにいた、いたずらであった。しかし、百1 2 1潜水艦長時代は3ヶ月の短期間であった。イロク潜水艦が来撃した、米空母、サラトガ。命中箇所は、左舷中央部である。サラトガの地に、 E26 潜水艦にも来撃され、3ヶ月の修理を行っている。艦長の横田実は稲葉の同期生であった。1941年1月、稲葉は第8潜水隊所属の威力潜水艦長となった。同艦は水上10ノットで2万回りの航続力を持つ巡洋潜水艦で第2潜水船体に属し、11月16日、 横須賀軍港を出港し、オアフ島付近で配置に着く。真珠湾攻撃後も紹介を続け、真珠湾に出入港するアメリカ海軍艦艇の襲撃を図っていたが、後期に恵まれなかった。部下1名を解決病で失い、燃料の不足に危機感を覚えていた翌年に1月10日、歴新ン,ン型空母が発見され、威力潜水艦は、両艦と捜索列を作り空母を待ち受ける。 12日、この日だけで、消火域を避けるため5度の急速潜行を繰り返していたイロク潜水艦は、日没頃に、歴新トン型空母を発見した。しかし空母との距離は2万5千メートル、イロク潜水艦の水中6ノットに対し空母は14ノットであり、公的な襲撃位置を占めることは難しかった。イロク潜水艦搭載の89式魚雷は、 射程7000メートルであったが、6本発射して1本の命中を得るためには1500メートルまで接近する必要があったのである。空母の進路変更などによって接近はできたが、日没後の時間が経過し、死人も難しくなっていた。このため、稲葉は空母との距離4300メートルで発射角3度で魚雷4本の発射を命じた。しかし、 発射管の故障により出されたのは3本であり、命中を半ば諦めていた状態であったが、2発の命中音が確認された。護衛艦艇の攻撃を避けるため浮上することはできなかったが、7分後にも爆発音が確認された。4.5時間後に攻撃した位置に引き返し戦火確認を行ったが、何も発見することはできなかった。 この時来撃したのが当時世界最大の空母の一つであったサラトガである。稲葉はこの襲撃について小学1年生の襲撃と述べ、納得はしていなかったが、サラトガは4ヶ月以上修理のため戦線を離脱することとなった。当時は空母を撃沈したものと判断され、戦火に恵まれなかった潜水艦関係者には朗報となった。稲葉、 そして、威力潜水艦乗員は、喝采をもって迎えられ、後に、山岡総八の取材を受け、海底戦記として発表された。2月には、ボンベイ製法での連合国通商破壊を目的に、出撃する。稲葉は、木下が一から教えられた商船のマストを利用した、襲撃方法を用い、商船2隻、規範船2隻を撃沈している。 この際のイギリス船員の態度に稲葉は感銘を受けている。この作戦行動は4月初旬まで行われ、大型船も死にしたが、病院船であったことから攻撃していない。6月、E36 潜水管理総員長に転じる。同館は9月に竣航し訓練潜水隊で2ヶ月の訓練を行った。所属は第1潜水船隊第15潜水隊で12月には、 トラック諸島へ進出した。だがこの最新鋭巡洋潜水艦に待っていたのはガダルカナル島やライナドへの輸送任務であった。実施回数は2ヶ月間で8回である。この任務は揚陸点で浮上することが必要であったため、潜水艦の最大の利点である隠密性が失われることになった。アメリカ軍は航空機や魚雷艇を用いて輸送潜水艦の攻撃を行っており、 日本海軍潜水艦部隊は多くの犠牲を払うこととなる。田辺や八が重傷を負ったのもこの任務の最中であった。修理のため日本帰島した三、e、3 6潜水艦は、運河島の実験に協力し、ついでキスカ島への輸送任務が課せられた。この任務では浮上している間に敵を認知できないまま攻撃を受ける可能性が高かった。アリューシャン方面は、 霧が多発する地域であり、また、アメリカ海軍はすでにレーダーを実用化していたのである。このため稲葉は、シャクトリムシ工法を編み出す。これは昼間に先行して進む間、水中調音機によって、周囲の安全を確認し、浮上後はその航路を逆行することで充電と、補駅を行う工法である。しかし任務達成には、キスカ島白地へ突入して、 物資の揚陸作業を行う必要があり、この間潜水艦は、所在を暴露した状態となる。実際にイナナ潜水艦は、キスカ島白地でノームの中を砲撃により撃沈された。E36 潜水艦は、キスカ島周辺まで到達していたが、イナナ潜水艦撃沈の砲を受けて一時交代し、突入の策を巡らしていた。しかし、第一潜水船体から、 作戦中止命令が下り期間した。この作戦中止は、第一水雷戦隊によるキスカ島部隊の撤退計画が決まったためで、稲葉は、キスカ島撤退作戦中は哨戒配置についていた。零式小型水上偵察機。機重を装備せず、軽器は簡略なもので、目標物のない洋上飛行は困難であった。ついで関西水上機をもってする新珠湾偵察を命じられた。 この任務は連合艦隊がアメリカ艦隊の所在を確認する目的で実施に至り10月17日イ3 6潜水艦から発艦した例式小型水上偵察機は偵察に成功し所在艦船の情報を伝信しただがイ3 6潜水艦との街道地点付近までは到達したものの街道することはできなかった稲葉は戦死した2人の搭乗員に 格別の配慮を求める。海軍上層部は、意義なく、これを認め、2名は2階級特進士中尉に認じられた。さらに、連合艦隊司令長官、小上根一から感情が授与され、功績が全軍復刻されている。E36 潜水艦は再び輸送任務につき、スルミへの輸送を行った。引き続き輸送を行う予定であったが、大田打軸の魔物が発見され、 日本へ帰還して修理を受けた。その最中の1944年2月、稲葉に転任命令が下った。稲葉は配信順の兆候があり、休養の意味を込めて潜水訓練対象属で、かつて艦長を務めた百1 2 1潜水艦で潜水艦上院の訓練に当たったのである。翌年2月、佐世保潜水隊基地司令に転じ動職在職中に終戦を迎えた。 同年9月、大佐へ進級。終戦後は、佐世保で、新中軍との連絡交渉役として、外務省連絡官、連絡将校として勤務。稲葉は、サラトガの来撃について、サイン3度で、4300メートル先の長さ220メートルの、目標に発射した魚雷が2本命中したことを、不可解に思っていたが、佐世保に行った当時、サラトガに乗換していた人物から、 左限の同一箇所に日本の命中であったことを聞いている。その後は商店を経営する方はラグモン連盟、共有連盟で役員を務める。1956年、新路東へを表した。1980年には海底版として、新資料などを用い、海底11枚帰りを観光した。艦長たちの軍艦誌には、B69 潜水艦長、 I70 潜水艦長としての記載はない。第二潜水船体司令官であった山崎茂明によれば、この燃料不足は5人とする伝報があったとしているが、稲葉は、クエゼリン艦長期当時の残燃料は800リットルであったとしている。ありがとうございます。